歩いてるんですね。見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたも大好きなお話を始めましょう。牧師の災いの布。ラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。
ひとときの安らぎを見つけたのです。
腹がペコった。お話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。連れて行ってくれる。締めくくりの
言葉を忘れないで。もちろんさ。じゃあ一緒に。そしていつまでも幸せに暮らしました。